さあ続いての試合です。イギリスで人気急上昇中のロビン・リードが登場します。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。場所はロンドンアリーナ、観衆は1万2000人が集まりました。マハマさん、イギリスと言いますとナジー・ムハメドですよね。現在はそしてヘビー級で言いますとレノックス・ルイスもいます。このロビン・リードもかなりスター性を持った選手であります。なかなかの浜さん、ハンサムボーイということなんですね。本当に映画スターみたいな顔してますからね。ハメドとまたボクシングの種類は違うんですけどね、はい、変わった人気あると思いますよ。さあまず入場してきますのが挑戦者です。ベテラン38歳のシュガーボーイマリンガです。以前はスラリーマリンガとこう呼んでいましたが、ニックネームを前面に押し出してきましたシュガーボーイマリンガです。180cm、183cm のリーチ、身長が 180cm です。これが52戦目ということになるんですが、もう随分ベテランになります。スーパーミドル級のタイトルをナイジェル・ベンに勝ちまして取ったのは96年3月、返り咲きを狙おうというシュガーボーイ・マリンガです。まあこの選手はエキサイトマッチ始まった当時から出てる選手ですからね。長いですよ。そうですね、はい。まあ、元国内2冠王だった、おじさんの影響でボクシングを始めたというシュガーボーイマリンガ、これがプロのキャリアとしては52戦目ということになります。まあ、最近は英国ではかなり長い、入場のシーンをご覧いただいていますが、パフォーマンスをしながら入ってまいります。それに、まあ、乗ってるようにこの挑戦者でありますシュガーボーイマリンガも余裕を持って入場してまいりました。まあ、本当に最近のこうイングランド英国はですね、はい、ショーアップが激しいですよね。まあもちろんボクシングを見にお客さん来るわけですけど、入場するのも楽しみでしょうね。そうでしょうね。イングランドの very own WBC super middleweight champion of the world Robin。さあチャンピオンがコールされました。これが4度目の防衛戦です。 WBC 世界スーパーミドル級のチャンピオンロビン・リードです。現在は26歳です。負けがありません。26戦25勝。ゆっくりとウォームアップをするような感じでステップをします。ロビン・リード、まあ、これが浜田さん、はい、今人気絶頂のナジーム・ハメドでしたら、おそらくシルエットから ね始まるところでしょうけども、まあ、向こうまでリードは気使わなくてもいいという表情ですね。そうかもしれませんね。しかしこの盛り上げようです。英国イングランドロンドンアリーナで行われますこの一戦。ただロビン・リードももともと人気ありますから、はい、まあ、ああいった演出しなくてもお客さんは湧くと思いますけどね。そうかもしれませんね。このチャンピオンロビン・リードは長いラウンドはあまり経験がありません。つまり、まあ、それほど浜さんと同じで早いラウンドで相手を倒しているということになります。それでパンチありますからね。ただ最近、2試合だけは12ラウンドまで行っています。2度目の防衛戦、それから3度目の防衛戦であります。その3度目の防衛戦から3ヶ月のインターバル、今回の試合を迎えています。そういえば一方のマリンガの方なんですが、こちらは1年と6ヶ月半空いてるんですよ。珍しいですね。久しぶりの、まあ、試合ということになります。まあ、年齢は年齢だけに十分間を取って、あるいはですけども引退もちょっと考えたかもしれませんよね。まあ、1年以上離れるというのはやっぱり年齢だけじゃないと思いますよ。ちょっとアフリカの選手はやっぱり、はい、年齢関係なしに元気ですからね。そうですね、38歳です。浜田さんよりも上ということになります。さあその挑戦者を迎え撃つロビン・リードが後からリングに登場してまいりました。ベルトとともにリングインしています。26歳、英国の人気者、人気も急上昇、うなぎ登りです。ロビン・リードです。ご覧のような大きな会場には1万2000人の観衆が集まっています。これで両者がリングに顔を揃えたということになります。
さあそれではここで両選手のプロフィールをとても紹介してもらいたいと思います、安田さんそれではお願いいたします。はい、わかりました。両選手のプロフィールをご紹介します。チャンピオンはハンサムなマッチョマンロビン・リードです。イギリスセフトン出身の26歳。92年のバルセロナオリンピックではライトミドル級で銅メダルを獲得。翌年プロデビューしています。96年10月シュガーボーイマリンガを破ったイタリアのヴィンセンツォ・ナルディエロを7回 KO に下し WBC 世界スーパーミドル級タイトルを獲得しました。97年2月にはオリンピック経験者でこれまで無敗だった南アフリカのジョバンニ・プレトリウスを破り初防衛に成功。その後イギリスのヘンリー・ウォートン、フランスのアッシン・チェリビーを破りこのタイトルを3度防衛しています。今やイギリスではナジーム・ハメドに次ぐ人気者。今日はロンドンアリーナのリングに登場します。成績は26戦25勝1引き分け25勝のうち18の KO 勝ちがあります。一方挑戦者はベテランシュガーボーイ・マリンガです。南アフリカトランスバール出身の38歳。81年プロデビュー。90年にリンデル・ホームズの持つ IBF 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦。92年にはクリス・ユーバンクの持つ WBO 世界スーパーミドル級タイトルに挑戦しましたがどちらも12回判定負け。93年にはノンタイトル戦でロイ・ジョーンズと対戦しましたが6ラウンド KO で敗れています。しかし50戦目36歳の時過去1敗しているナイジェル・ベンに12回判定勝ちし WBC 世界スーパーミドル級タイトルを獲得しました。その4ヶ月後ヴィンセント・ナルディエロにダウンを奪いながらも12回判定負けしタイトルを失っています。戦績は51戦41勝10敗41勝のうち17の KO 勝ちがあります。まあ、プロフィールの中にもありましたがこのタイトルは長らくイギリスのナイジェル・ベンが保持していました。でそのベンからタイトルを取ったのがシュガーボーイ・マリンガ、しかしイタリアのヴィンセンツォ・ナルディエロにタイトルを明け渡してしまいました。そのナルディエロを倒してタイトルを取ったのがロビン・リードということになります。では両選手のダイジェストを振り返ってみたいと思いますがまずシュガーボーイ・マリンガ対ヴィンセンツォ・ナルディエロ、これはシュガーボーイ・マリンガが不本意な判定でこのナルディエロにタイトルを明け渡してしまった試合です。まあ、それとその時のマリンガはサウスポーは随分苦手にしてるなという感じしましたね。ただやっぱ判定は相手に手が上がったっていうのはかわいそうなところありましたね。あ、そうですか。今白のトランクスを履いています、南アフリカのシュガーボーイ・マリンガ、この試合がタイトルを失った試合でありましてこれ以来ここでダウンを取りました。この試合以来、試合を行っていません。今回が したがって先ほど言いましたように1年と、およそ半年ぶりということになります。随分長いですね。そうですね。だからその期間中どうやって過ごしたかっていうのが大事なんですね。遊んでたのかそれとも練習を常に続けていたかで随分違いますからね。はい、これは11ラウンド目の映像です。96年7月6日に行われた試合。このタイトルを持っていました WBC 前、元チャンピオンのマリンガが敗れました。タイトルが移動しました。ナルディエロに行きました。2対1というスピットデシジョンでした。さあそしてナルディエロからタイトルはロビン・リードに移りましてそのロビン・リードのこれが初防衛戦ご覧いただきましょう。相手はジョバンニ・プレトリウスです。浜田さんこの試合はご覧になってるんですよね。この試合はですねパンチは確かにあるんだけど随分体硬いなという感じしましたね。こういうところでも危ない場面がありましたからね、だから前評判とはちょっと違うのかなという感じもありましたけどね。ダウンを取ります。今倒れましたのがジョバンニ・プレトリウス。マッチョマンですよね。もう本当にパワーでねじ伏せるというボクシングですね。体だけを見ますと逆三角形をしています。上半身
風なボクシングを展開します。アマチュアの戦績も75勝32敗というロビン・リード、アマチュア出身には見えないんですよね、このボクシングだと。まあ、戦績では32敗もしてるんですけどね、今のダウン、まあ、ノックアウトしたあのところなんかですね、あれだけ大きく3球振りながらでも倒すことは知ってるなという感じしましたね。今の右は本当に小さくこれですよ ね、これなんかやっぱり、倒し方知ってるなという感じはしましたね。だからあのノックアウト多いんですけど、その中にも結構打たれてノックアウトしたのも多いと思いますよ。そうでしょうね、おそらく。この一発一発の決めるところがやっぱり大したもんですね。はい、ということで、まあ、シュガーボーイマリンガそしてロビン・リード両者の試合をご覧いただきました。ダイジェストでご覧いただいています。WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ12回戦、この試合は昨年の12月19日英国はロンドンで行われたものです。ロンドンアリーナ、リング上ではリングアナウンスが行われています。さて浜田さん、はい、この両者が激突します。かつて同じタイトルをそれぞれ時期は違いますが持っていたことがありますが、どの辺に注目されますか。まあ、やっぱり、ロビン・リード、はい、もっともっと伸び長い選手ですからね、それがマリンガの体の柔らかい選手に対して攻め込む力があればもっともっと伸びると思いますよね。あはさあ、どういった展開になりますでしょうか。今現在出ていますのが WBC の3人のジャッジです。この試合をさばきますレフェリー。このタイトル、ナイジェル・ベンからシュガーボーイ・マリンガ、そしてヴィンセンツォ・ナルディエロ、さらにはロビン・リードと、このように移り変わってまいりました。現在は向こう側、ロビン・リードがこのベルトを保持しています。Introducing the boxers, and firstly fighting out on the red corner wearing the black and gold trunks and coming from Transvaal, South Africa. He has had a professional 51 contests, 41 wins, 17 by way of KO with 10 losses. He weighed in at 11 stone, 12 pound, and is the former WBC super middleweight champion of the world. Please welcome Thelane Sugar Boy.現在38歳です。挑戦者、シュガーボーイ・マリンガ。Coming from Runcorn in England. He has the incredible undefeated record of 26 contests. 25 wins, 1 draw. 18 wins coming by way of the big KO. He scaled in at 11 stone, 13 and a half pounds. He's a former Olympic bronze medalist and the current WBC super middleweight champion of the world, making the fourth defense.これが4度目の防衛戦になります。チャンピオンロビン・リード、 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ12回戦です。1万2000人集まりました、このロンドンアリーナ。これが名イベントです。さあ、まもなくゴンが打ち鳴らされます。ロビン・リード、細かくステップを踏んでいます。時によってはスイッチも見せます。チャンピオンのロビン・リード、右フックがかなりの威力を秘めています。さあ、ゴンが鳴りました。一方、シュガーボーイ・マリンガ、36歳でかつてこのタイトルを取っていたことがあります。しかし現在その年齢も38歳となりました。まあ、本人も考えているようですが、これがラストチャンスかもしれないということなんですが、おそらくそうなるかもしれませんね。そう簡単に世界タイトルの挑戦権というのは回ってこないですからね。左を伸ばしていきます。
シュガーボーイマリンガが身長は180センチです。ロビンリードは175センチ、チャンピオンが5センチ低いということになります。左を出します。シラニマリンガ、まあ挑戦者のマリンガは体が柔らかいんですよね、だから攻め込まれた場合でも難なくパンチを殺すうまさを持ってるんですね、それと今出した左が邪魔になるはずなんですね。あ、結構リーチ長いと思いますよ、はい、だからここ最近ロビン・リードはゆっくりした立ち上がりが多いんですよね、これがタイトル取った試合の時なんかのようにキビキビ動くとすんなり入れると思いますよね、はい、ゆっくりしたリズムだとマリンガの左は邪魔になるはずですよ。ははクラウチングスタイルといいましょうか、ちょっとこう猫背のような格好でシュガーボーイマリンガ独特の構えを見せています。アマチュアでは185勝10敗、まあこれはアパルトヘイトの時でしたので国内のみの試合ということになります。海外試合はできませんでした。シュガーボーイマリンガ身を打ち下ろしていきますが届きません。ロビンディールボディを打ちに行きます。マリンガおじさんの影響でこのボクシングを始めるようになりました。シュガーボーイマリンガ81年8月にプロ入りです。デビューの時にそのおじさんからシュガーボーイというニックネームをもらっています。このスラニ・マリンガ、これが本名ですがシュガーボーイ・マリンガというリングネームになっています。右を出していきます。突然の右です。リードチャンピオンのリードを作るともう少し、距離が冷たいところですね。あ、なかなかこの左が邪魔で入っていけません。ロビン・リードは時によっては特にタイトルを取った試合ですがスイッチする場面もね、今までありますね。そんな頻繁ではないようです。ロビン・リード残り30秒になりました。第1ラウンドチャンピオンロビン・リードがスイッチする場合というのは、はい、どうにか流れを変えたいという時が多いですね。どちらかというとこう苦しまれると、まあ、そういうことですね、形勢があまり良くない時です。マリンガのスタイルも独特ですね。アフリカ勢は結構野生のある選手いますからね、その一つの例でしょうね。なるほど、はい、インサイドを打ちに行きました。ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。このラウンド挑戦者マリンガの10対9です。はい、タイトル奪還を狙います。シュガーボーイマリンガ第1ラウンドを取っています。WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ12回戦、こちらがチャンピオンのロビン・リードです。タイトルを取った試合というのはその当時1位だったヘンリー・ウォートンという選手の代役でありました。しかしタイトルを取ったんですがこれはねいい代役でしたね。まあ普通、まあ、団体競技と違ってボクシングはその日に向けての調整がありますからね、代役で勝てるっていうのはあんまりないんですよね、まあ、その分力を持ってたということを言えますけどね。なるほどね、こちらがタイトルを取ったのがプロフィールにもありました96年の3月あのナイジェル・ベンから取ったものであります。それがベントの第2戦でした。第1戦の時はもっと遡って92年の5月になります。この時には地元判定で負けたと言われています。シュガーボーイマリン、しかしそのようやく手に入れたベンから取ったタイトルも一度も防衛することがありませんでした。第2ラウンドです。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、それからシュガーボーイマリンがあのロイ・ジョーンズジュニアともやってるんですよね。6ラウンド負けています。まあロイ・ジョーンズにはノックアウトされてるんですけど、他の選手とは倒されてないと思うんですよ。そうですね、いい試合やってるんです、はい、特にまあ南アフリカ黒人ということもありまして随分とそういった差別的な判定も受けたと言われています。しかしそういったシュガーボーイマリンガでありますがロイ・ジョーンズに関しては自分で打っても何もできなかったと、もう素直に告白してますね。要するにレベルが違ったということを言いたかったんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ実際にロイ・ジョーンズだとやっぱり、2枚も3枚も4枚も上ですからね。4枚も上になりますか、はい、もうロイ・ジョーンズだともうヘビー級狙おうというような勢いありますから、最近もそのように言われています。その路線で進みつつありますが、さあ試合はロビン・リード対シュガーボーイ・マリンガ。マリンガにとりましてこのタイトルを取りますとタイトルを奪い返したということになります。
まだこの距離はマリンダの距離ですね。ロビン・リードはもう少し距離が詰まるといいんですけど、というのは体ごとぶつけていく選手じゃないんですね。腕力、腕の力で打つパンチの方が多いんですよね、リードは。だから、自分の手が届く距離からの方がいいんですね。はい、左が届いています。マリンダのリードブローが届いています。この試合でロビン・リードチャンピオンが勝ちますと、WBO のチャンピオンジョー・カルザーギとの、まあ、同国人対決、こういった話も浮上しています。これは素晴らしい、試合報酬になるだろうとこのように言われています。一説によりますと100万ドルとも言われていますから、まあ、1億3000万円ですか。そういった試合も何か予定されているという話を聞きます。ロビン・リード、まあ、人気あると聞いてますから、そうでしょうね。どんどんそういう話は、ね、舞い込んできますよね、おそらくね。そうなるとこのマリンが相手に、ノックアウトしたいところですね。飛び込んでいきましたが、これはステップバック、大きくロープまで下がって出していかそうと、右のカウンターから左を返していきました。シュガーボーイバリンガ、ロビン・リードは3ヶ月のインターバルがあります。前回3度目の防衛戦ではアッシン・チェリヒーを判定で下しました。2対1。ここでゴングです。第2ラウンド終えました。まあ、このラウンドチャンピオンのロビン・リード10対9です。チャンピオンが取りました。英国はロンドンアリーナで行われています WBC のスーパーミドル級のタイトルマッチです。両者が同じ画面で映し出されました。左がロビン・リード、右が挑戦者のシュガーボーイマリンダ。まあ、チャンピオンのロビン・リードなんですが、タイトルを取ってから防衛戦3つこなしています。昨年の2月8日には序盤にプレトリウス、先ほどダイジェストでご覧いただきました、これは7ラウンドで TKO に下しています。しかしその後初めての判定勝ちという経験をしました。5月3日ヘンリー・ウォートン、これはこの人の代役でタイトルを取ったというその選手であります。これが判定、そして先ほども言いましたアッシン・チェリフィーにも判定と。今まで判定というのはなかったんですが、ここ2試合続いてるんですよね。どっちかというとあの後半行くと失速するところありますね。はやっぱスタミナ面、まあ、あのスタミナにもいろんなスタミナがあって使い方があるわけですよね。ロビン・リードのボクシングというのはやっぱり腕力、力いっぱい振りますからね。スタミナ消耗するボクシングですね。本当に長いラウンドはあまり経験がありませんロビン・リードであります。第3ラウンドに入りました。今ロビン・リード左をあの出しながら入っていこうとしてますけど、それはいい戦法なんですね。はい、左を出して、まあ、一発じゃまだ届かないですから、ダブルを出しておいて相手のマリンガが左を出すところを払ってそこから入っていけばいければいいんですけどね。一発の打ち合いだけだとやっぱりマリンガの距離の方が長いですね。かなり腰の位置も低くなっています。シュガーボーイマリンガ、身長はマリンガの方が上なんですけれども構え方がだいぶ違います。シュガーボーイマリンガも、そしてロビン・リードもアマチュア出身です。先ほどマリンガの方はご紹介したんですが、チャンピオンのリードは75勝32敗という戦績、まあ、幕もかなりあるんですが、しかし18歳の時に世界ジュニア選手権で銀メダルを取っています。それからバルセロナオリンピックにも出ています。この時はオランダのオーハン、デリバスという選手に判定負け、6対8といいますから、かなり僅差の判定だったんですね。まあ、そういうところでは結構実績は持ってますよね。しかし、まあ、オリンピックに出たということもありまして、英国に帰国しますとですね、もう英国中のマネージャーが集まってきたそうです。でその中で選んだのがフランク・ウォーレンという英国でも、ね、有名なマネージャーを選びました。ロビン・リードです。相手の周りを回るというような格好になっていますロビン・リード。フェイントを入れますマリンダ。出るか、右左を返します。やっぱり今当たってはないですけど、ロビン・リードパンチは当たればなんとかしそうな雰囲気は持ってますね。
25勝 18KO です。残りが第3ラウンド20秒今切ります。マリンが出てきましたね。まあ、6回戦8回戦という時にはその判定というのもあったんですが、その先ほどご紹介したのは12回戦という意味では初めてということです。今ゴングが鳴りました。第3ラウンド終えています。このラウンド挑戦者マリンガの10対9です。はい、まあ、3ラウンドまで見た限りではマリンガの左が邪魔になってますね。ちょっとやりづらそうな雰囲気もありますか。邪魔というのは、はい、まあ、ビデオでその辺を十分研究はしたと思いますが、ロビンリードまあ、ただ1年以上もマリンガが試合してなかったんで楽に思ってたところもあるんじゃないですかね。あ、ベテランのシュガーボーイマリンガ81年プロデビューです。で、その頃なんですけれども、まあ、情報によりますとその、ファッション雑誌のモデルをやっていたこともあるというマリンガです。南アフリカ、ロビン・リード、リードじゃなくて、ね、じゃなくてマリンガの方です。なるほど。というとスタイルでなんですかね。その情報によりますと意外とこうハンサムボーイだということも書いてありましたけれども、よく見ますとこう整った感じがあります。まあ、そんなに意識しなかったんですけど、やっぱり打たれてないいい顔してますよね。はい、よく見ますとというのも失礼ですけど右を出していきます。38歳ラストチャンス。まあ、ボクシングばっかり、顔でボクシングするんじゃなくてですねやってみなきゃ分からない、まあ、怖そうな顔してても本当に力が出ない選手もいますよね。そうですよね。それと弱そうな顔してて本当に爆発的な力を持っている選手も多いですからね。はい、顔じゃボクシング分からないですね。一生懸命浜田さんにフォローしていただきました。左を出します。チャンピオンのロビン・リード。まあ、今サウスポースタイルに変わってます。あ、本当ですね。だからちょっとリズム変えたいという状況なんですよね。あ、やっぱりこう自分作りこの3ラウンドはいかなかったんですね。なんとかやりたい、なんとかしなければと思っている時にはいつもスタイルを変えたりしますよね、この選手は。ただマリンガサウスポーは結構苦手にするんですよ。はいはい、それでなんとか突破口を開ければいいんですけどね。リードすれば左を出していきます。依然としてサウスポースタイル。そうです、ちょっとマリンガもやっぱり形が変わったようですね。サウスポーは結構、左が出しにくいんですね。ーーサウスポー対に対すると、あーはー、オーソドックスに変わりました。チャンピオンのリード、ちょっとロビンリードすると中途半端ですね。まだ迷いがあるということですよ。はい、普段のやり方で空気卒になったらやっぱりダブルジャブを打たんといかんですね。ダブルジャブ、はいはい、一発だけだとやっぱりまだ距離が縮まってないですよ。ダブルを打ちながら、そして相手がその時に左出してくればそれを払って、打っていかないといかんですね。打ってたんじゃやっぱり良くないですよ。今のところマリンガのパンチ左は当たってはないんですけど、相当有効に生きてますね。まあ、よく左は当たらなくてもいいから出せという言葉ありますけど、はい、まさにこの試合はマリンガの当たらなくても相手にやりにくさを与えているボクシングですね。ロビン・リードにしますとこの左のために相手が随分遠くにいるような感じもあるでしょう。自分の距離では戦わせてもらえません。それともマリンガ手長いんでしょうね、この選手は。そうでしょうね。手元にあります数字によりますと身長は180センチでリーチは183センチと、いやもっとありそうな感じですね。第4ラウンドを終えています。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、まあ、このラウンドはチャンピオンロビン・リードの10対9です。はい、チャンピオンが取りました。ポイントの取り合いになっています。おそらくジャッジにしても結構割れてると思いますよ。あ、そうでしょうね。ここまでは両方ともクリーンヒットがないわけですから、
それでじゃあ何で、基準しようというとやっぱり、構成点、そして、ペース試合ですよね。それがどっちが試合してるかでやっぱり割れてると思いますよ。チャンピオンのロビン・リード、苦しい防衛戦を迎えています。4度目の防衛戦、まあ、前回9月11日に行われましたアッシン・チェレフィーとの3度目の防衛戦もスプリットデシジョン2対1とお伝えしたんですが、これはエキサイトマッチでもお伝えしました。浜さん、はい、試合後ですね、かなり苦しかったんでしょうね。病院へ直行しましたよね。で、インタビューで亡くなったダイアナ妃にこの勝利を贈りたい、あの事件があったからショックを受けてたんだという話も伝わってまいりました。大苦戦でしたね、あの試合は。本当にそうですよね。十分打たれましたからね。病院に行きましてほとんど何でもなかったということではありますが、ロビン・リード、それから3ヶ月のインターバルです。第5ラウンドに入りました。まあ、3ヶ月が短いかどうかっていうのはこれまだちょっと分からないところはありますけどね、はい。ただ体力ある選手は3ヶ月もあれば十分できますから。うん、本当にいい体をしていますロビン・リード。こういう体というのは要するにウェットトレーニングでこう膨らますんでしょうね、おそらく筋肉をつけるんでしょうね。その本人の体質にもよると思いますけどね。ただ作られた体っていうのはスピードが鈍る可能性ありますからね、はいはい。だから作りながらでもスピードを落とさないような筋肉を柔らかくしながらじゃないとやっちゃいけないっていうのはあるんですね。なるほどね。ボディーブローです。スーパーミドル級、かなり重たいクラス。2人の体重で言いますとロビン・リードが 75.97kg、 一方のシュガーボーイ・マリンが 75.29kg。まあ、日本人の平均男性よりもかなり重たいというこのクラスは重いですよ。ちょっと重たいクラスになります。だから一発当たれば、まあ、やっぱりこのクラスになるとパンチ力あるというのが魅力ですよね。そうですね。これは全てガードの上です。今の攻撃はガードの上でした、まあ、今のガードの上ですけど、あの距離でもう少しまとめ切れるといいですね。あ、パンチがありますと腕でも打っていればだんだん締めてきますからね。それはいい一つの崩し方ですよ。そうしますとおのずと距離もね、自分の距離になっていきましょう。チャンピオン、相手が腕しびれるといいパンチ打てなくなるわけですよ。だからそういった戦法に切り替えるっていうのも、まあ、一つのやり方ではありますけどね。チャンピオンロビン・リード26歳です。まあ、今までこの流れを見ると、チャンピオンロビン・リード苦戦、そしてマリンガーがよくやってるっていう感じに見えますけどね、ただ最初での見方が違うんでですね、やっぱりロビン・リードが勝って当たり前という見方ですからね、だから苦戦に見えるわけですよ。それでマリンガーは最初から負けるだろうと思って、あ、頑張ってるなと、いうんで、まあ、実際の私の最近ではまだ五分五分ですよね。今のところイーブンの回転が出ています。左を合わせました、チャンピオンロビン・リード。まあ、実際の話、ロビン・リードの人気からするとこの辺でもたついちゃいかんですね、はい。このラウンド挑戦者マリンガの10対9です。あ、マリンガにつけますか、はいはい。こちらがシュガーボーイ・マリンガです。南アフリカ人、1959年の生まれです。12月11日ですから、この日の試合12月19日とお伝えしましたけれども、もう38歳になった直後ということになります。ロビン・リード対シュガーボーイ・マリンガの一戦をお伝えしています。これからの展開ですが、スタートの時とロビン・リードどうですか、やりづらさというのを最初は言っていましたけれども、やりづらさはまだありますね。続いてますか、はい。だからここで何か仕掛けないとこの流れのまま行ってしまいますね。ただこの流れで行った場合、損するところはですね、勝って当たり前と思われている最初の先入観があるわけですよね、はい。そうするともたついてるな、苦戦してるなというふうに見られがちなところがあるんですね。仮にこれがポイント取られてないにしてもですね、そういった見られ方するのはもったいないですね。
第6ラウンドです。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ12回戦、サクセルから出てきましたけどね、なんとかやりたいという気持ちは出てますよ。またまたサウスポースタイルにチェンジしましたチャンピオンのロビン・リード、出ていこうというところ、スラニー・マリンガ、シュガーボーイ・マリンガ、いやダブルです。リードは少年時代からこういったまあマッチョ志向だったそうで、サッカーも英国ですからやっていたそうなんですが、それではやっぱりこう満足できませんで空手を始めたそうです。しかし空手からすぐにボクシングに切り替えまして、18歳でジュニアの先ほども言いました銀メダル、世界選手権の銀メダルを獲得しています。見た限りではリードの筋肉質な体は硬そうに見えますけどね、実際はどうなんでしょうかね、硬いとスピード鈍りますから、硬そうに見えても瞬間的に固まればいいんですね、それ以外はやっぱり柔らかくなくちゃいけないんですね。それと硬い筋肉というのは疲れるんですよ。そうなんですか、お互いにボディを叩きます。瞬発力はありますけどね、持久力の方でやっぱり疲れますから、お互いに一発を合わせます。この距離でもう少しいいパンチまとめたいところですけど、マリンガが打ってくるんでなかなかいい距離に入っても打てないところありますね。だから距離を詰めたにしても安心はできないですね。あ、そうですか、となるとロビン・リードすると、離れると相手の左が邪魔になりますから、距離を詰めた段階で回転を早くしなきゃいかんですね、ここ最近ちょっとゆっくりした回転が多いですからね、左を持っていきました。どうとバランスを崩します。挑戦者タイトル取った時なんか回転早くやりましたから、やろうと思えばできる選手なんですね。そうでしょうね。タイトルを取ったのは敵地イタリアのリングでした。代役だったんですが、先ほども言いましたこのタイトルを手に入れまして、すでにもう3度防衛に成功しています。ちょっと今回はやりづらい相手に当たりました、チャンピオンのロビン・リード。力が出せてないですね、かなり戸惑っています。ここでゴングです。このラウンドはチャンピオン、リードの10対9です。はい、ということは取って取られて取って取られてというラウンドが続いてますね。ということはジャッジの方でも全く逆をつけている可能性もあるんですよね、取られて取って、というとこの採点このままいくと難しくなる可能性ありますね。ありますね。というのはですね、両方ともいいパンチが入ってないんですね、だから決め手に書いてますよね。今飛び込んでいく左を打ち込んだんですが、その後が続きません。これ違う角度ですね。どっちかというとマリンガはサウスポースタイルで来られるとやりにくそうだね。やっぱりサウスポーは苦手にしているところありますね、ただロビン・リードとしてもチャンピオンのリードでもサウスポースタイルは自分でサウスポースタイルで行くにはそんなにいいパンチ打てないですね。そんな完全にもう右ほどは自分のものになってないんでしょうね。ヒッターではないということですね。ただ流れを変えたいというスイッチのようですけれども、それがここまではシュガーボーイマリンガの左に対するやりづらさをちょっと見せております。しかし続けることができません、チャンピオンのロビン・リード。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、英国はロンドンアリーナで行われています。ハメドにも続いていこうかという最近人気を出し、カウンターです。ナイスコンター、ナイスコンター。右をぶち当てました。ロビン・リード。ここで攻め切りたいですけどね。この後いけませんか。マリングがまだパンチの力を持ってるというふうな判断したんでしょうけどね。左。続けたいところですね。空振りです。その後放ちました左のこのリードブロー。結構距離詰まってきませんでした。距離はだから当たる距離まで入ってきてるわけですよね。これからです。ロビン・リード、ようやく距離の面を克服しかけています。
また左を出し始めました。シュガーボーイマリンガ。おーと抜けるか、入ったのを飛んでくるんですね。もう呼吸が見えることでいいんですけどね。最初のラウンド動きづらかった。おー、右が狙い返しました。シュガーボーイもインサイドから打ちました。ちょっとチャンピオンの顔を左の目の下、うん、そうですね、腫れましたね、先ほどからまあ腫れてはいたんですが、ここへ来てかなり大きくなってきています。まあ、もともとチャンピオンリードを打たれないというのもあるんでしょうけど、はい、打たれたにしてもそんなに顔変わらん方でしたけどね、右を出しました。これ当たります。この右が当たります。左を合わせました。チャンピオンリード。お互いにブロックし合います。10秒切りました。第7ラウンドです。おっと、バランスを崩します。出血を始めましたか、頬のあたり。ちょっと切れたんですよね、頬骨のところみたいですね。チャンピオンのロビン・リードの左の頬です。まあ、これは、まあ、目の下ですからあれですけど、目の上なんかだと血が入りますからね、はい、ただ目の上だろうが下だろうが血流すことはいいことじゃないですね、はい、印象も悪いでしょうね、おそらくね、このラウンドマリンガの10対9です。はい、せっかくいいパンチ当てたんですけどね、その後逆に攻め込まれたんでもったいなかったですね、うん、このラウンドは、うん、これですね、はい、この後いけるかなと思いますけど、結構マリンガ倒ですね、単発に終わってしまいました。この後は逆に攻め込まれましたね、うん、リードは鼻血出しましたね、はい、これ頭も当たっどっかで当たったんでしょうか、それともパンチでしょうか。まあ、鼻血はパンチだと思いますね、はい、ですね、鼻血出すと呼吸がきつくなるんですよ、そうするとスタミナが倍消耗するということになりますね。あ、そうです。あ、倍も違いますか。倍違いますよ。あ、さあ第8ラウンドに入りました。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。マウスピースの中には上だけのマウスピースと上下あるマウスピースがあるわけですよね、はいはい、私なんかよく鼻血出したんで、上だけのマウスピースにしたんですね。本当は上下ある方が頑丈でいいんですよ。あ、というのは呼吸がしやすい。呼吸はしにくいんですけど、顎にはしっかりしていいんですね。あ、それは両方の方ですね。両方ある方が、ただそうすると呼吸は逆にしにくいんですよ。なるほど、なるほど。だから私なんかよく口から鼻血出ると口から呼吸するんで、上だけのマスピースにしましたけどね。ですから鼻血出ると倍疲れるというのはよくわかるんですけどね。なるほどね。特にリードのみたいな力んで打つ選手には相当響きますよ、はい、そうですか。それほど量は多くないようですけれども、ロビン・リード鼻血を出しています。それから頬の腫れも目立ってきています。入ってくるとボディへカウンターを放ちました、ロビン・リード。まあ、ちょっと今初右のストレート待ってカウンターに狙ってますけど、今の状態は待つことよりも最初に組み立った方がいいですね、うん、待ってるとですね、どうしても後手後手に回るんですね、はい、待っていい場合もありますけど、今の状態は待ってるとどんどん相手のペースになってしまいますね、またこの左が伸び始めました。距離が開いていきます。また左を回していきます。右のクロス、これは足りません。ガードします。チャンピオン、マリンガは手応率が少ないんですけど、見てるとパンチはありますね。ありますね。重たそうですよね。パンチはありますよ、はい、負けは10敗あります、シュガーボーイマリンガ。左を出します。
まあ、その負けというのも、まあ、判定負けというのがあります。理不尽な判定負けというのがあります。まあ、それが多いんじゃないですか ね。あのサキホーンという白人の同国人南アフリカ人がいたんですが、この時もその理不尽な、まあ、差別とも取れるような判定を受けたということが言われています。シガーボーイマリンガ、実際にはもう91年6月にはその人種隔離政策アパルトヘイトというのは南アフリカ撤廃されているんですけれども、まだまだ完全には撤廃という形にはなっていないようなところがあるようです。まあ、法律上はなったにしてもですね、ここでゴングです。まあ、このラウンドも挑戦者マリンガの10対9です。マリンガですか、はい、マリンガが初めて続けて取ったということになります。ちょっとリード苦しくなってきています。7回、そして8回とロビン、マリンガの方が攻めてきましたよね。この流れというのは今までなかったですね。攻めにどんどん転じたというのは、はい、ここで、ロビンリードが待ってるとそのままなってしまうんで跳ね返さんといかんですね。まあ、もともと体力あるわけですから、はい、こうもうちょっと引っ掛け回すようなことをやる選手なのかなという気もしてたんですけども、それができないというのはやっぱりマリンガが戦いづらいということなんでしょうか、相手として。まあ、見た目以上に威圧感、そして柔らかさがあるんじゃないですかね。こうやって、まあ、第三者的立場から見てると攻め込めそうだけどなというふうには思いますけどね。そうですよね。ただやっぱり実際構えてみて見てると、はい、相手が柔らかくてそして威圧感があるんでしょうね。たとえ来てもやっぱりチャンピオンですからね、そういうことばっかり言ったんじゃノックアウトもできないですから、うん、やっぱりハメドに次ぐ人気、そして追いつけ追い越せということになるとここら辺で見せ場作らんといかんですね。そうですね。第9ラウンドに入っています。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。出てきます。左を出しながら挑戦者マリンガが出てきます。もしくは待つんだったらこの左を払った瞬間にダブルの左で入っていくといいんですけどね、ただ今のところはやりにくいやりにくいだけで来てますね。そう感じたのか、より一層こう前に出る、ベルトへ近づきつつあるような格好でどんどんと前に出てきます。シュガーボーイマリンガ、相打ちなんですが届いているのはマリンガのようです。おっとっとダウンか、ダウンか、ダウンじゃないですか。ダウンには取らないですね。両グローブをつきましたけれどもダウンには取られませんでした。滑ったのも事実なんですね、それでパンチが当たったのも事実なんですね。ダウンに、地元なんで、取ろうと思えば文句はなかったでしょうけどね、はい、レフリーはジョン・キーン、一瞬間に入ったのみでした。第9ラウンド、まあ、相手のロビン・リードの方もあれですね、あの何の抗議もしませんでしたから、素直に そうだろうなという感じだったんですよね。まあ、滑ったのは事実なんで、あのパンチが効いたということはないんですよ。それでちょうど前足が、はい、あのマリンガの前足が出過ぎたんですね、それから滑ったのは事実なんで、ただそこで文句言わずに攻め込んだ方がいいんですけどね。いや、なるほど。ああいう状態で抗議するということはよっぽど苦しいんだなって逆に見られますから、ちょっと攻め込まれてますよ。今右のストレートが届きます。シュガーボーイマリンガ、1ラウンドスタートからの開始と同じようなフォーム。このラウンドかなりアグレッシブに前へ出ました、シュガーボーイマリンガ。もマリンガの10対9です。そうですか。浜田さんの採点ですと7ラウンドから続けて続けてですね、だから7、8、9そのまま来てますよ、流れ的にはですね、はい、
ここで今度は流れを変えるためのリードとすれば前に出る状態を作らんといかんですね。判定が飛んでいます。こちらがミドル級スーパーミドル級のランキング10位です。シュガーボーイマリンガ。一方のチャンピオンは4度目の防衛戦です。最近は綺麗な形でロビンリードらしい格好で勝ちを収めることがなくなってきています。まだアルファイ26歳。ロンドンアリーナで行われています。かなり大きな会場です。第10ラウンドです。ミロスレトかなり強く打っています。左だけじゃなくて右も長いんでなかなか入れないところありますね。ただやりにくいやりにくいだけ言ってたんじゃやっぱりそうなんですよね。スーパースターになれないですね。勢いに押されます。ロビンリード先ほどと同じように迎え撃ってカウンターを当てようということなんでしょうけれども押されてしまいます。リード7回からだん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 押されてきてますね。右を当てようとしたんですが肩に阻まれました。腕の外、今のボディブロー腕の外側ですけどね、あれでいいんですよ。あれ打っておいてだん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 回転をつければいいんですよね。ここで単発で止まってるとこの流れっていうのはなかなか変わらないですよ。右打ち押しで左を返しました。もっともっと連打が欲しいチャンピオンのロビン・リード。まあ対するマリンガとするとどんどん気分よくしてますから ね今の流れっていうのはもう何ラウンドでもできますよ。はい、例によりまして左の腕をだらっと下げるような格好です。右を顎のところ左に出した左を届かず、またバランスを崩します。滑ってしまいました。まあスリップダウンいいことはないんですけど、はい、気分よくしてますよマリンが。今のスリップダウン当てるのでもですね、だん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 思いっきり振りたいなという感じに行きますから。なるほど。乗ってきているのはこのローレン38歳シュガーボーイです。シュガーボーイマリンガ左の肩でリズムを取るような格好は独特です。左の肩をぐるぐる回すような格好でもうリズムを取りますね。ついてるんだ。まあどっちかというと原始的なボクシングする選手がアフリカの多いんですよね。そういった選手をリズムを調子づかせるとやっぱり止まらないですよね。身を叩きました。襟を返します。残り20秒になりました。第10ラウンド、まあ、今ロビン・リードとするとサウスポースタイルになったりしてますけど、もう苦しまぐれとしか 見れないんですね。そういったやり方は。そうですね。右のストレートもスウェーバックで避けられました。このラウンドも挑戦者マリンガの10対9です。はい、第10ラウンドまで終了しました。ここまでマリンガが特に7ラウンドからずっとポイントを取っているということもありまして、そんな大きなトータルするとリードではないと思うんですが、明らかに挑戦者がリードしているようです。流れを作ってしまいましたね。逆にロビン・リードの方はその流れを変えられずにいます。やりづらさがそのまま引きずってる尾を引いているような感じです。周りもなんとかしてこう突破口をね、まあ、2ラウンド、あと2ラウンドだということでしょうね。しかしこういう流れでですね、過去を見てきて流れを変えられたっていうのは かなり少ないですよね。少ないですね。流れ変えるためには倍以上の体力が必要なんですよ。体力エネルギーがないですね、はい、もうかなり当然ながら両者ともではありますが、スタミナは消耗してきています。まあロビン・リードの地元ではあるんですけど、ただロビン・リードのパンチは当たってないですからね。はいはい、
ポイントにするのはちょっと難しいかもしれないんですよ。11ラウンドがスタートしています。 WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチです。さあどうやってこの流れを変えますか。ロビン・リード逃げ渡ります。変えることができるんでしょうか。まあ、ここあと、まあ、確かにあと2ラウンドですから、はい、小細工して流れを変えるんじゃなくて、ここからは真正面から押し込んでいくことですね。パワーで押し切れるかどうか、そこはポイントになると思いますよ。この重たいクラスに新しい風を吹き込んできましたこのハンサム・ボーイなんですけれども、この防衛戦かなり苦戦しています。チャンピオンのロビン・リード4度目の防衛戦。一方38歳、王座返り咲きを狙いますシュガーボーイ・マリンが尻上がりに自分のリズム、いい感じを出しつつあります。出してきています。左を出しました。この左のリードブローもかなり重たさを感じます。どうにもあの左を何とかすることができません。邪魔であります。チャンピオンのロビン・リード、やりにくいな、やりにくいなで来てますけど、こんなここから小細工しながらというのも時間がないですから。ないですね。逆にも相打ち戦法も一つの方法なんですよね、はい、パンチはロビン・リード持ってますから。特にこのラウンドあたりというのは、まあ、つい最近こそ12ラウンドまで経験していますが、経験が少ないラウンドであります。ロビン・リード、判定というのはいずれも苦しい結果、勝ってはいますけれども、ロビン・リード自分らしい試合ではありませんでした。まあ、ロビン・リードが逆に判定はもちろんですけど、長引くということはパンチが当たってないということになるわけですね、はいはい、パンチが当たれば倒れてますから相手は。あ、だから当たらないんで、後半そして判定というと苦戦したということになりますね。このラウンドもまもなく終わります。手ごとに回ってるうちに終わってしまう。強烈な一発ではなりません。ロビン・リード11ラウンドも終了しました。このラウンドも当選者マリンガの10対9です。ははもう残すところあと1ラウンドです。コーナーももうチャンピオンサイドは分かってるでしょうね。当たってないですからね、ロビン・リードのパンチが当たらないことのやっぱポイントにならないはずですから。ずいぶん腫れてますね、左の方です。ちょっと右食いましたかな、もしくは左のジャブで左の方が腫れたのか。こちらはシュガーボーイ・マリンガです。ずいぶん表情にも余裕を感じさせます。まあ、両選手の、まあ、この試合に限らず試合の流れを判断するときには両方休んでるインターバルの時の表情を見ると結構分かるもんですね。今ね、分かりますね、確かに。シュガーボーイ・マリンガが非常に落ち着いた受け答えを見せていました。さあ WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチはラストラウンドです。ダウン一発取りたいもんね。さあこのラウンドしかありません。いや、します。足を止めています。そして前進します。ロビン・リード一発を狙っています。一方挑戦者、これがラストチャンスと言われましたが、かなりベルト奪還に近づいてまいりました。果たしてこのまま行くんでしょうか。おっとっとっと、さあ出ていきます。連打できません。バランスを崩すシーンははるかに挑戦者のシュガーボーイマリンガのが多いんですけれども、
それを自分のものにすることができません。チャンピオンリード、まあ、スリップダウンというのも何回か2回でしたかありましたけれども、それ以前から今日この試合マリンがちょっとこうぐらつくシーンがあったんですけれども、聞いてぐらついたんじゃないですよね、はい、ちょっとバランスをやっぱり崩すという、まあ、オート左リズムに乗って思いっきり、振ったところをバランス崩すというパターンを、ね、そうですね、試合間隔が空いたせいか、あるいは38歳という年齢のせいか、あるいはエンジンがかからなかった前半に多かったということもありまして、そういったものが全部出てきたのかもしれません。シュアボーイマリンが、しかし後半は圧倒的にポイントはリードしています。おーと一瞬隙を見せました。シュアボーイマリンが攻め込むことはできません。リード、ただ今最終ラウンドですけど、はい、ロビンリードは体重が前傾に前に かかってきたわけですよ。出てきますね、はい、そうするとパンチも威力増すんですよね、これでもう少し、はい、回転よく打てればいいですけどね。あと30秒切りました。右をクロス、左を返します。このままでは非常に不利です。ロビンリード、左を当てました。もっともっと打ち込まなければいけません。ロビンリード、数欲しいところですね。あるいはこの計算でいいのか、いいと思ってるんでしょうか。やっぱり今前に重心を乗せているというのは、何とかしなければというのがこのラウンドあったと思いますよ。ああ試合終了です。ただやっぱり1ラウンド目からほとんど手を出せなかったので、最終ラウンド出せといってもなかなか回転には乗れなかったという状態でしょうね。まあ、このラウンドはチャンピオンロビン・リードの10対9です、はい、最後真っ先に両腕を突き上げましたのがシュガーボーイマリンが挑戦者の方でした。その表情を見て、あ、遅れを取ったという感じでリードが後から手を挙げましたからね。しましたけど、やっぱり、やってる選手同士っていうのは結構分かるもんですから ね感じてるでしょうね、はい、おそらくね。リードもコーナーに引き上げていくとき、まあ、視線はちょっと、下向き加減だったような感じがします。ずいぶんこちら左の反面を見ますと腫れているのがよくわかります、ね。ここで今計算しているようです。もうこっちは勝ったという喜びの顔にあふれています。いいボクシングできたという満足感でしょうね。果たして王座返り咲きなるんでしょうか。まあ、いいボクシングできた満足感があれば勝ってるという保証はないですからね。96年7月6日にヴィンセンツォ・ナロディエロにシュガーボーイ・マリンがこのタイトルを明け渡しました。そのタイトルが巡り巡ってロビン・リードの現在を持っているんですが、これがどうやらまた戻ってきそうです。ということは1年と6ヶ月半ぶりに帰ってくるということになりますが、3対0です。117対113。115対114、1ポイント差。117対112。新チャンピオンです。王座返り咲きです。3対0という判定でした。シュガーボーイ・マリンが、チャンピオンロビン・リードを下しています。WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、新しいチャンピオンの誕生です。しかも返り咲きということになりました。本当に嬉しそうなシュガーボーイマリンが勝利を喜んでいます。さて、採点の方はどうだったんでしょうか。安江さんの方から3人のジャッジ、正式な採点の方を確認してもらいたいと思います。お願いします。はい、わかりました。では公式な採点を見ておきましょう。117対113、4ポイント差。115対114、1ポイント差。そして117対112、5ポイント差。3対0でシュガーボーイマリンガの勝ちです。
はい、これは浜田さんのとほぼ一緒ですね、やっぱりね。前半はやっぱりイーブン、はい、うん、そして後半がほとんど一方的になりましたかね、まあこの流れだと勝負なかったかもしれないですね。そうですね、まあしかしこれでロビン・リードは敗れまして王座転落。本当にこの試合に勝っていれば、先ほども言いましたが WBO 王者のジョー・カルザーギと同国人対決の予定があったんですが、試合報酬は100万ドル、これ不意にしましたね。だから試合の大きさ分かってたのかなというふうな内容ですね。もうちょっと積極的に行ってもというような気もやっぱりしますね。行っていれば、はい、というような内容ですよね。行っていればまた違った展開、私は予想できたんですけどね。あとこれは試合後の談話なんですけども、マリンガがいかにやりにくい相手かというのがよく分かったと、こう言ってます。まあ、それはもう見てれば分かりますけどね、ただやっぱりスター選手になるためにはやりにくいということはやっぱり、言い訳にならないですからね。そうですか、ロンドンのロンドンアリーナで行われました WBC 世界スーパーミドル級のタイトルマッチは、王座返り